ブワンミュージックをお聴きの皆さん、こんばんは、藤原さくらです。今週も始まりました、クリエイター同士による音楽座談会ワンミュージック。今日はグラムボンの原田育子さんをゲストにお迎えして、深夜に音楽対談をお届けしたいと思います。お会いしたことはあったんですけど、こうやって深くこうお話しするっていう機会は今日が初めてで、もうとってもとってもドキドキしているんですけど、今日はいろんなことを原田さんにお聞きできたらと思います。JWEB ワンミュージック、今日はグラムボン原田育子さんをお迎えしました。お願いします。お邪魔します。こんばんは。嬉しいです本当に。え、ちょっとすごい緊張してる。私も緊張する。なんかそれこそ誰と今回そのラジオで話したい方、はい、なんかいますかみたいな、JWEB の方からいろいろ言われた時に、はい、でも原田さん話してみたいけど、でも今までちゃんとがっつりお話ししたことがないからってこう恐る恐る提案したら、はい、まさかの OK がもらえて、いやみたいな。数日前です。そうですよね。もう本当に気に入った。すいません。嬉しいです。ありがとうございま す, います。私がクラムボンの曲を聴き出したのは、うんうん、はい、スモールサークルオブフレンズの波寄せてって曲をカバーされてるじゃないですか、はい、でうちのお父さんがスモさんのベースをしてたっていうので存じております。そうなんです。だから、はい、それからクラムボンの曲を聴き始めたっていうのがきっかけで、うん、嬉しい。その原田さんも福岡市内ですもんね。そう、私もだから娘さんがデビューされたっていう風に最初、はい、じゃあもう福岡の知られてたんですね。はい、知り合いの松尾さんっていう。松尾さん、わかる？わかります、わかります。娘さんデビューするとバイって言って、もうそこからなんかかけながら応援しておりました。そんなそんな。で私デビューした後かな、うん、2014年ぐらいに水戸さんともツーマンさせていただいたことが一度あって、うん、水戸さんソロで下北のシードシップっていうところの、まあ、ライブハウスっていうよりかはちょっとこうしっとりとアコースティックで弾き語りをよくしてた場所があって、でそこでなんかグランボンの水戸さんとツーマンどうですかってそのそうだったんだ、オーナーの方に言っていただいて、その時にグラムボンの水戸さんとどんな感じなんだろうみたいなっていうのがあったりして、多分その時にもスモさんの話とかさせていただいてたの で, でこんな機会をもらえるとは本当にゆっくり話をする今日がこんなにカメラに囲まれてることに本当に緊張してて今なんかすごいこうムーディーなライトがすごいですよね。ということでちょっといろいろお話聞いていきたいんですけど、はい、うんうん、福岡で音楽をがっつりされてたっていうよりかは東京出てからクラムボンは結成してるんですかね。そうです。高校卒業して上京して、はい、ジャズの一応科の専門学校に入ったんですけど、そこのクラスで今のメンバーと会いました。それでずっと続いてるって本当にすごいことですよね。でもジャズ科に入ったってことはもうピアノとか、うん、もう歌うことっていうのは福岡にいた頃から一人でもやってたってことなんですか。歌は全く歌ってなくて、はい、ジャズピアノを弾くピアニストになりたかった。なるほど、うん、じゃあもうちっちゃい頃からずっとピアノをやっててみたいなことなんですかね。クラシックをやってて、だけどこういわゆるクラシックの優等生では全く一度もなく、うん、でそのまま一回やめちゃうんですけど、うん、すごい年上の人たちに高校時代にこう会って、うん、いろんな音楽を教えてくれて、そうです。でそこそういうこうクラブみたいなところにスモサの二人もライブしたり、なるほど。でなんかまだその頃ってこうジャンルがあんまりこう分かれてなかったから、うん、パンクとかソウルとか歌謡曲みたいなとかもうヒップホップとかいろんなものがかかってて、でそこでジャズをすごい聴いてみんながすごくかっこよく見えたけど、
その年上の人たちが、でも自分は何でもない、うん、何もないって思って、何かやりたいやりたいと思った時に、あ、ピアノあった、うちにピアノあると思って、あ、じゃあ高校の時からちょっとこう行ってた箱みたいなのがあったってことですか。いくつか、そうですね。へー、そっか、はい、もうやっぱり福岡って音楽がすっごい盛んじゃないですか。ね、そうなんですね、うん、出てみて分かったですね、ですね、うん、まあ、私の世代とかでも、うん、やっぱりこうケゴ公演とかで弾き語りしてる子たちがいたりとか、うんうん、でも私はこうボーカルスクールに通って、へー、そこでこうなんかそこの先生とかに、なんかノラ・ジョーンズの曲とか歌ってみたらとか、なんかそういうこう先生に教えてもらってみたいなのから東京に出てきてるので、こう馴染みの箱があって、先輩がどうでっていう文化は全然通ってないんですよ。だからうちのお父さんの世代とか、そのスモサだったり原田さんとか、こうナンバーガールとか、なんかそこら辺の世代のこうゴールデンエイジというか、ちょっと上だとやっぱイカ天とか、なんか博多ロックとか明太ロックみたいになってくるんだと思うんですけど、盛り上がってた福岡の時代というか、あのみんな多分バラバラでそんなに群れてはいない気がするんですけど、街がちっちゃいから、確かに、だからすぐ会う、対バンしたりとか知り合いの人とか、あとすぐ知り合いになっていくよね、福岡は確かに東京出てきてからすごいたくさん音楽、東京に出てきてる人いますよねとか言われて、確かに福岡のミュージシャンってこんなに多いんだって出てきて感じるというか。さくらさんが生まれたの何年ですか。1995です。1995年にクランボンができたから会えなかったかも。私が高校までは生まれてない時だそうですね、なんか、あの馴染みのレコード屋さんとかは、確かに私のもう時代はなくなっちゃったりと か, そうかもうなんか CD の、うんうんうん、CD とか MD とかを聞いてましたね、うんうん、私は。うわでも原田さんがその鍵盤をずっとやっていた中で、ボーカリストになるきっかけになったのは、やっぱりこうバンドをしようってなって歌ってくれみたいなことだったんですか。そんなことでもなくて、もともと弾き語りをしてる人好きではあったけど、でも自分は歌えるとかを全く人前に出れるとか思ってなくて、で上京してからもずっと人見知りで、なんて言うんだろう、中心的なタイプではなかったんですよね。だから歌いたいですとか出ていくってよりは、歌いのボーカルの人のバッキングをやるとかが好きだった。へー、なんかこうリズム隊のベースドラムの人とたまにちょっと遊んだり、で、ある時ドラムの大ちゃんとベースのミト君と3人でやってみようと思って、意を決して、でそこで歌いながら弾くっていう。最初はじゃあちょっとインストに行くかもしれないみたいな感じで3人は集まったんですか。なんか楽器を弾いて触ってることがただただ楽しくて、なんかそういうやっぱりジャズっていう、こうフォーマット一応なんかコードだけ渡されて、はい、でセッションをするっていう、それこそが会話だっていうようなことをなんとか見つけたいんだけど、あまりに現実と理想が違すぎて全然思うように弾けない、自分の番だよソロ、はいって言われてもなんかあれどうしたらいいんだっけ、そうそう、ちょっとしか弾けないとか、でそういう時に好きな曲を歌いながらコードだけ追って弾いてみたりした時に、まだ人前でじゃないんですけど、ピアノ館っていうピアノを借りれる部屋があって、なんかそういうところでちょっとずつこうやって、すごいちっちゃい声で歌い出して出るのは楽しかったんです、ね、なるほど。そっか、専門学校だから練習するような部屋とかがあるんですね。そうそうそう、はい、なるほど、そこから始まったんだクラムボンが